皆さん、こんにちは。お台場の t V です。井上尚弥選手の鮮烈な試合が、まだ興奮さめやらないということで、まあ、あのラスベガスで、ね、メインを張って、無観客であったにもかかわらず、ファイトマネーはもう100万ドル、1億円ちょっとですね。ということで、まあ、7回にも KO 勝ちと、いろんな意味でも、井上選手にとっては本当にあの素晴らしい試合でもありましたし、 えまあね、勝って当たり前というふうなこと言われておりましたけれども、えー、それでもやっぱり結果を残していくってことは非常にね、あのー、実際にやっていくとなかなか大変なものなんですが、す、え、べ、ー、てそれをもう受け止めているということで、まあ、すごいね、選手がやっぱり出てきたという評価、今、あの、うなぎ登りなんですよね。で、この井上直也選手がですね、殿堂入り、えー、これどうなんだと。 いうことで、まああの、海外のフォーラムでですね、えこれが、まあ、盛んにあのファンの間でも議論されていると、えー、いうことなんですねあの。ボクシングニュースがこれフォーラム立ち上げましてね、ここにこれあ,のありますけども、えー、こうしたフォーラムを立ち上げているわけなんですね。えー、井上直也はもう未来の殿堂入りファイターとしてこれふさわしいのかと、えー、いうことなんですが、えーまあ 大体これはふさわしいというような意味合いでこれ言ってるわけですね。現在20戦全勝3階級王者ということなんですが、海外ファンの間でもですね、殿堂入りはもうこれは当たり前だと。もう、今現在でも殿堂入りにふさわしいという声もたくさんあります。で、またですね、リゴンドとエストラーダ、 この二人を2021年、来年ですね、えー、彼が倒せば、もう電動入りさえも超えてしまうだろうと、いうことは言う人もいるわけなんですね。あのここに HOM っていうふうに略してありますが、これはワ、えールドボクシングホール f フ a イン、世界ボクシング殿堂ですね。この略ですね。えー、ここの殿堂入りにふさわしいかどうかということを、まあ、いろんな人が議論して、 えまあほとんどがみんなも肯定的なんですね。まあしかし中にはなかなかの辛口の意見もあってですね。えー、まあ電動寄りの方向には進んでいるが、まだこの時点では早いよと。ね、まだこれからだよと。まあそんなことを言う人もいるわけなんですが、世界ボクシング殿堂は過去の日本人のボクサーとしての5人選出されているんですね。 えー、ただ、井上奈選手、もう27歳ですよね。えー、ここで、まあ、こうした議論がすでにも出てくると、えー。これはしかも、あの、ボクシングマガジンの中でこういったフォーラムがね、出てきたと、えー。いうことは本当にすごいことじゃないでしょうかね。世界ボクシング殿堂行としてはですね、えー、ファイティング原田さんですね。えー、それから、ジョージ小泉さん。 さらに、あの、本田清彦さん。この3人がの殿堂入りなんですね。で、その他に、あの、これ、ちょっと、あの、紛らわしいんですが、あの、国際ボクシング名誉の殿堂博物館と言われるところがあるんですね。インターナショナルボクシングホールフレーム。これでこちらがですね、この3人の他に、大場正夫さんと、あの、具志堅陽子さんが入って5人なんですね。 現在、日本のボクシング界もかなり層が厚くなってきています。井上選手の人気も海外で沸騰していますが、やはりあのアグレッシブなファイティングスタイルと、高速パンチと評されているあの一撃に、その人気の秘密がありそうです。今回のラスベガスでの試合でも、井上選手の見えないパンチは、海外のコメント欄ではかなり話題になっていました。 これからも楽しみですね。皆さんはどのように思いましたかご視聴ありがとうございましたまたお会いしましょうチャンネル登録し